蒸留所からほど近いこのポートシャーロット村の貯蔵庫には4000ほどの樽が熟成の時を待っています。ひんやりと静かな空間は心が落ち着きます。ウイスキーの香りに包まれながら自分を見つめ、人生のいろいろなことに思いを巡らせます。私たちはアイデンティティを大切にしています。伝統的なウイスキー作りを受け継ぎながらも自由であること、アイラ島の味と香りでありつつ一つ一つの樽の個性を大切にしたい。人々の個性が大切なように、この生チョコレートはとてもビューティフル。ポートシャーロットの潤沢でスモーキーな香りとロイズのファンタスティックなチョコレートが出会ったことで、皆さんに素晴らしい体験を提供できるでしょう。アイラ島で育まれたものが世界中で楽しまれている、私の誇りなんだ。樽出しの時立ち上がる香りは強く甘い。それを一番に嗅ぐことができるのが僕の特権さ。リッチでクリーミー、バランスが絶妙だわ。アフターフレーバーがちゃんとポートシャーロットウイスキーね。私たち農家とブルックラディ蒸留所のパートナーシップ、まあ一言で言うとファミリーだよ。ポットスティルの温かさの中で見る蒸留所の夜景はとても綺麗なんだ。ウイスキーの香りに包まれてね。